はい、こんにちは、森本です。今日はですね、バイザーを交換していきたいと思います。バイザーって、ドアについている雨よけっていうんですかね、あれになるんですけども、今回はね、作業用のトラックということで、物が当たっちゃってね、パリンと割れちゃったんで、それを交換していきたいと思います。で、この交換ついでにですね、バイザーの取り付け方とか J アラート、はい、J アラートになりましたけども、気を取り直して、バイザーのついている方法とかね、交換の仕方とか、そのあたりを動画で、紹介していきたいと思うので、よろしくお願いします。はい、まずはですね、ガラスランを取り外していきます。で、バイザーはですね、このようなクリップと、両面テープによって取り付けられています。このようにですね、釣り糸とかを利用するとですね、簡単に両面テープを切り離すことができます。このようにね、残った両面テープはですね、指で地道に取ってあげましょう。温めてあげるとですね、比較的、取りやすくなると思います。最後にパーツクリーナーを使って拭き上げてあげると綺麗に取れます。純正のバイザーなんで、このようにね、取り付け方法が詳しく記載されていました。この型紙を使ってね、バイザーの位置決めをしていきます。はい、型紙こんな感じでセットできました。こっちもですね。でね、ここからここまでが、530mm、 結構シビアですね。こんな感じになります。この時点でクリップも取り付けておきます。でクリップはね、向きを間違えないように気をつけましょう。両面テープはね、このように両端を折り曲げておいて、剥がしやすいようにしておきましょう。でですね、型紙に合わせて慎重に取り付けていきましょう。折り曲げておいた両面テープの端を持ってピーッと引っ張ってあげれば簡単に取ることができます。あとは両面テープの部分を押してあげて、しっかり固定してあげましょう。クリップの位置を確認してガラスランを元に戻せば、バイザー取り付け完了です。バイザー取り付けはそこまで難しいものではないので、DIY で挑戦するのも全然いいと思います。はい、今回の動画は以上になります。動画の高評価とチャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。